審判団先頭に両チーム選手が入場してまいります。さあ今キックオフです。下川は左のワイド入ってますね。そうですね、本塚選手がボランチで下川選手が左のワイド入ってますね。これはチャンスになる。加藤夢月から左サイド下川切り返して打ってきた。ここはくしびき横っ飛び、まあ、これ山形の方のパスミスから始まったんですけど、はい、あのきちっとシュートで終わるっていうね、あの攻撃の形と。下川ダイレクトクロス、加藤夢月その外、久保田切り替えて、うん、これはしかしゴール前、山形体を張ってキープ。加藤夢月カウンターになる。うまく出して久保田が走る中では島津仕掛けて打ってきた。島津決まった。出ましたよね、ここで加藤選手よく粘って、これカウンター狙ってましたんで、ここからスピード乗るこのプレーも久保選手の得意とする形でもありますからね。クロスもこれしっかり間を速いボールで、島津選手身長はあまり大きくありませんので、しっかり足元に速いボール入れてきましたよね。まあ、ディフェンスが触ってもね、オンゴールさせるようなボールなんですよ、やっぱり、はい。最後はどうでしょう、うん、島津吉はスピードの豊富な選手、ダイレクト上げてくる、右から、うん、おっと、右から蹴り出して加藤大輝まである、マイナスのボール見て、これが決まった。ミドル突き刺して同点、追いつきました。加藤選手利き足ではない右足だったので、はい、うん、さあ高い位置で奪う、いいカット山岸、これはコーナーキック、いやゴールキックゴールキックですね、はい、9本目、うん、わずかにバーの上、ここも山岸でした。うん、わずかミスする試合終了です。津永源金沢対モンテディオ山形の試合、1対1ドロー。